皆さんこんにちは。参議院自民党幹事長の世耕弘成でございます。不安に寄り添う政治の在り方研究会、今日は第3回ということで、地域の消滅崩壊について、明治大学の小田切先生からですね、お話を伺ったところであります。これからご覧いただけるようにですね、参議院自民党にはですね、行政の長をやってきた人、地方の議員をやってきた人が、たくさんいて、この参議院自民党ならではの今日は、充実したディスカッションができたというふうに思っています。そしてその中で小田切先生からお話のあった、やはり各地域がですね、当事者意識を持って、内発的発展を目指していかなければいけない、そして、行政はそういった動きを、支援するべきであるという、このメッセージが私は大変示唆に富んでいたというふうに思います。そういう意味でこれから我々はですね、この内発的発展を支援するためにどういう政策をやっていけばいいか、例えば、公民館活動、こういったものを充実をさせていく、あるいは今地域おこし、応援隊というのをですね、地域おこし協力隊というのを、我々立ち上げておりますけれども、こういったものを充実をさせていく、また人の交流がしやすいような、場の提供、あるいは、これから 5G をはじめとしたですね、通信インフラの整備、こういったことも、政策的に行っていかなければいけないということを、痛感したわけであります。我々、地域の問題について参議院自民党として、地域に寄り添う形で、いろんな解決策を提案していきたいと思います。明治大学の小田切でございます。今日は勉強会で、危機と再生のフロンティアという話をさせていただきました。これは農山村集落の実態から見て、そしてそこでの取り組み、こういったものをお話をさせて、今現場にそして国に何が必要なのか、それを特に中山間地域農山村の実践から学ぶという視点でお話をさせていただきました。特に必要なのは人材の育成です。地域づくりのために、あるいは格差を埋めるために、何といっても人材が重要です。長い時間をかけて地道に人材づくりを先生方もサポートしていただきたいと思います。そしてその上でそれが活躍できるような、そんな社会のためには、やはり格差是正が必要です。内発的発展と格差是正の2党、このことを強く申し上げたいと思います。いよいよこの地域の集落の問題を今日は明治大学の小田切先生からしっかりお話を伺った後、みんなでディスカッションしたいというふうに思っています。我々多くの皆さんがほとんど自分の選挙区の中にですね、いわゆる限界集落と言われる集落を抱えているわけであります。そういった集落が今後どうなっていくのか、どうしていくべきか、で我々は政治家としてどう向き合っていくべきかについて、今日はぜひ深い議論をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、早速小田切徳美先生から、ご説明、プレゼンをいただきたいと思っております。先生のご紹介につきましては、時間の関係上大変恐縮ではございますが、お手元にプロフィールを配布しておりますので、皆様方でご覧いただきたいと、大変有名な先生であります。本日は小田切先生の、ご説明、までですね、ご講演までマスコミをオープンといたしますので、ご承知おきをいただきたいと思います。それでは小田切先生、よろしくお願い申し上げます。はい、それでは改めまして、おはようございます。おはようございます。明治大学の小田切でございます。私は農林部会とか総務部会とか山本党にですね、招いていただくことがたびたびあるわけなんですが、こんな多くの先生方の前でお話したことなかったものですから、少し心がときめいておりまして、場合によったら言わなくてもいいことまで言ってしまう、そんな雰囲気もありますが、お付き合いいただければと思います。それと合わせてですね、申し上げたいのが、実は寄り添うというキーワードを私たちが今まさに研究対象としているところであります。いろいろな学問分野を超えてですね、プロセスデザイン学科といいましょうか、地域再生のプロセスが重要だということを議論しておりますが、その時のキーワードがまさに寄り添うでございまして、という意味では今日のこの会合、大変強いシンパシーを持ってですね、臨んでおります。30分弱、少しコンパクトに、もっとコンパクトにお話をさせていただきたいと思います。右下にですね、ページ数がありますのがのでお開きいただきたいと思いますが、先生方にとっては社会の説法で大変失礼なんですが、地域で何が起こっているのか、1枚目、3つの空洞化というふうに表現しております。人と地村の3つの空洞化でございます。
大変興味深いことにですね、実は人の空洞化、過疎、土地の空洞化、中山間地域、村の空洞化、限界集落、それぞれですね、これ新語造語でございまして、こういったあの局面にですね、研究者やジャーナリストは新しい言葉を作ったということでございます。人が空洞化する、土地が荒れる、そして村が荒れるというですね、そういう局面になっています。そして実は2008年には買い物難民、これも造語でございますが作られておりまして、まさに地域はですね、こういう30難あるいは40難の局面に入っているんだろうと思います。その際2ページ目にですね、あえて強調しております、今日 の、 あの寄り添うのキーワードの原点といいましょうか、ここにあるわけなんですが、実は地域の中ではですね、誇りの空洞化、その地域に住み続けることに対して誇りや意義を見出し得ないというですね、そんな現象も発生しております。実はこういったですね、まあ、いわば気持ちの問題、例えば元大分県知事の平松さんは心の過疎なんていうふうに表現しておりますが、こんな心の問題、意識の問題があって、だからこそですね、寄り添うということが重要になるということをあえて申し上げてみたいと思います。3ページ目になりますが、こういった空洞化はご存知のように西日本の山間部ないしは離島から始まりました。先ほど申し上げましたように過疎は造語ですが、特に島根県からした造語でございます。この中国山地から始まって東進、東に進む、そして下っていく、里に下っていく、こういった現象が起こっておりまして、下の方にあの統計がありますが、まあ、この統計からもはっきりそういった現象が見られるということでございます。そして4ページ目、それでは経済的にはどうなのかということなんですが、まあ、一言で言えば農村経済は底割れでございます。ここに図がありますが、農業租税産額、これ1986年がピークになっておりまして、その後なだらかに減少し始めております。この86年からちょうどあたかもそれをカバーするように公共事業がこれだけ伸びておりますが、この公共事業がですね、2000代末、ま、1990年代末になると急速に下がっていくというですね、まあ、そういう意味で農村経済が底割れし始めている、そんな実感を持っております。それを統計的に確認したのが5ページ目になります。真ん中にあの表がございまして、実はこれ、随分古いデータでありまして1998年から2003年の変化を見ておりますが、この時計もうすでになくなっておりまして、最新データでございます。1998年から2003年の5年間で、農家にどんな変化が起こっているのか、それを統計で見ておりますが、一番下の欄、農家経営のところに 12.1 というマイナス 12.1 という数字があります。このわずか5年間で所得が 12% に下がったということでございます。そしてこの 12% 全体をリードしているのが副業農家、元の言葉で言うと第二種兼業農家、つまり専業農家も大変厳しい局面にあることは先生方ご存知なんですが、それ以上に実は二軒農家自体がこういう局面にある。先ほど底割れというふうに表現しましたが、こういう状況で、つまり農外所得の減少が農家全体にですね、何らかの影響、これ農家というよりも農村住民というふうに言った方がよろしいかと思います。そういう意味では農村における経済の危機の時代が来た。先ほどのですね、村の空洞化という時代と重ねてみると、おそらく5ページ目の一番最後にありますが、コミュニティと経済の危機、この並進がですね、現在における農産村の特徴であるというふうに認識しております。そういったところで新しい変化も現れております。6ページ目に書いておりますが、ご存知の、富山和彦さん、まあ、いわば、グローバリゼーションの担い手でございますが、この方はですね、こういうふうに言っております。この時代、つまり、かつて加工貿易国だった時代はローカル企業の多くがこうした下請けメーカーだった、このようにグローバル、経済圏とローカル経済圏が直結した時代であればトリクルダウンが起こる、ところが現在はむしろ国際的な水平的分業の時代であるためにトリクルダウンが起きないんだ、つまり工場誘致したとしてもですね、それが、トリクルダウンしていくようなそういった保証はないということを言っております。一方、あの横浜国大の名誉教授の田代陽一先生、これはむしろグローバリゼーションを批判している立場の方なんですが、この方も同様にですね、現在首都圏太平洋ベルト地帯から、経済の活気は外に漏れないような状況になっているんですね。こんな、経済分析をしております。
大変興味深いんですが、明らかに立場が異なる先生方でございますが、いずれもトリクルダウンを否定して地域間格差がいわば固定化するということをですね、そんなことを言っているということに注目したいと思います。それでは7ページ目になって、今日のメインテーマであります集落では何が起こっているのか、おおむね数年ごとに国交省と総務省で交代で、集落のですね、実態把握を行っております。全国の過疎地域の集落についてかなり詳細な調査を行いまして、今7ページ目で見ていていただいているものがですね、集落に生じている諸問題、約1000の過疎地域等の、市町村に直接聞いておりまして、何が起こっているのかということなんですが、1番から10番まで黄色でハッチをかけております。こういう問題が確かに起こっている。そのほとんどは、人口減少に直結するような問題なんですが、例えば3番目の働く口の減少、先ほど申し上げた経済の危機、あるいは9番目、10番目、コミュニティの、崩壊の危機とですね、こういったものがはっきりと現れています。それからこの表の中で少し興味深いのが、1分の2という数字を掲げております。1というのは、これは複数回答、2というのが、実は3つを選んでいるところなんですが、つまり1分の2を計算するとですね、起こっている問題の中でどれだけ深く問題が起こっているのかということを見てくることができるわけなんですが、ハッチをかけておりますように小学校との維持が危機、あるいは、医療体制の弱体化、ここで高い数字が出てきております。つまりこれらはですね、現在での広がりはあまり大きくはないけど、その深刻さはですね、相当なものがあると。そんなふうに読み替えることができるわけです。さて、それでは8ページ目、今日お話したい、メインのテーマでございますが、それでは農山村集落はどのように、プロセスを経ているのかということで、私どもの実態調査に基づきまして、この8ページ目の図を描いて、黒い線が集落機能、それを表現しております。点線が人口です。この2つのカーブの向きが違う、つまり上に凸と下に凸の向きが違うというのが一つのミソであります。上の方に、1、2、3というふうに書いておりますが、それぞれ時期区分であります。黒い線が、水平のところ、ここは実は人口減少が人口が急減しているにもかかわらず、集落は機能を維持している。日本の、農村集落は実は強靭性を持っています。こういう形で、しばしば限界化などというふうに言われて、高齢化率が 50% 以上、そんな定義があるわけなんですが、高齢化率が 50% を超えようともびくともしないというのが日本の農山村集落の実態です。あるいはより正確に言えばですね、ここで機能低下が起こるんですが、それを復元する力を持っているというですね、そういう実態がございます。ところが2、少しなだらかな斜めの曲線に実線がなっているところがございます。これを我々は村の空洞化というふうに表現しているんですが、機能の緩慢な後退が現れます。特に農業所の機能後退、水路清掃、道部診、水路清掃などがですね、後退していくのがこの局面です。そしてある点、この点を我々臨界点、クリティカルポイントというふうに呼んでるんですが、ある点から急激にですね、集落の機能低下をしていくことになります。これがまさにですね、言葉の正しい意味で限界集落というふうに言えるのではないかというふうに思います。そして重要なことはですね、この臨界点は多くの場合ですね、外的インパクトによってですね、引き金を引かれます。今般のような水害とか、あるいは地震とか、そして鳥獣害とか、そして場合によったら政策変化、市町村合併が場合によったら、こんな引き金を引いてしまった可能性を一部には存在しているのではないか、そんなふうに思っております。この限界が進むと何が起こるのか、下の方に書いてありますように、閉館が地域を支配します。地域の中でそこに住まわれている多くの方が諦めてしまう、もうダメなんだっていうですね、そんな思いを持ってしまいます。そういう意味でそうならないためにも、つまり、この臨界点の引き金を引かせないためにも、寄り添って、そうではない、最後に申し上げますが、可能性を共有化するというのが本当に必要な局面になっていると思います。後でまとめたいと思いますが、この臨界点が仮に災害が引き金を引くと、いつ起こるかわからないというですね、この点をぜひ先生方と共有化させていただきたいと思います。9ページ目には、今の動態曲線、これからの試算、インプリケーションをまとめております。農山村集落はある段階までは強靭です。
外的インパクトによって急速に機能低下が停滞する可能性があります。臨海艇以降の集落では規模や高齢化状況によらず諦めが支配をしてしまいます。どんなに大きな集落でも、どんなに高齢者が少ない集落でもこういった状況が起こります。諦めは伝染していきます。そして集落内が無人化する前に機能が停滞していくというですね、ここもまた確認してみたいと思います。逆にですね、実はこの局面から集落が完全に無人化するまではある程度の時期があるというのも、事実です。つまり集落消滅の時期というのは本来は特定化しづらいというのです。そういう意味で外的インパクトが作用するならば強靭性の急低下は予想できない、いつ発生するかわからない、そういう意味で集落対策は待ったなしでございます。今日の私の大きなメッセージでございます。そういう中でですね、10ページ目になりますが、しかしそうはいえどもそれに対するですね、いわば反作用力が生まれております。地域づくりというふうに私どもが呼んでいる、これもまた西日本、中国山地から走っていることは間違いないというふうに思います。地域づくりが各地で行われて、そして西から東へと展開しております。下の方にその原則というふうにまとめておりますが、何といっても内発的に、そして多様なもの、そして革新性、今までとは違った方法で、その上に多自然型低密度居住地域というふうに書いております。多自然で低密度、人口は低密度でも、つまり人口は少なくとも後で申し上げますが、そこでですね、さまざまな人材が活躍するような、そういう社会を作るのが地域づくりで、そんな試みがさまざまなところで起こっているというところでございます。そして11ページ目でございますが、さまざまな地域を歩きながらですね、一体何が起こっているのか、それをポンチ化したものでございます。あえて抽象的な言葉で言えば、暮らしの物差し作り、主体性作りというですね、人材作りが発生しております。そして暮らしの仕組みを作る、新しいコミュニティを作っていこうじゃないかという動きもあります。そして金とその循環作り、まあ、いわば経済的な条件を整えていこう、条件作り、仕事を作っていくという、そんな動きでございまして、これが一体的に進行しているのが地域づくりでございます。これを点式化したのが鳥取県の智頭町というふうに言われておりまして、この鳥取県の智頭町から先ほど申し上げましたように全国にこういった動きが進んでいるということでございます。そして12ページ目、これと地方創生との関係はどうなのか、瀬子先生、あの官邸で地方創生に関わったというふうに聞いておりますが、実は地方創生の町市と仕事というですね、この概念は先ほどの3つの概念とぴったり一致します。地方創生は、町市と仕事を一体的に推進する、ちょうど5年前の地方創生法の第1条でございますが、人については地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保ということが同じように第1条で書かれております。町は、町というよりもむしろコミュニティを表現しているんだろうと思います。そして仕事は経済を、表現している、つまり地方創生は人材創生、コミュニティ創生、仕事創生、おそらく農産村の文脈とは違うと思いますが、まあ、たまたまと言ったら瀬子先生に怒られてしまうかもしれませんが、地方創生が考えている町市と仕事はまさに農産村がですね、その苦難の中から編み出した地域づくりの方向性とぴったり一致しているというふうに言ってよろしいかというふうに思います。その上で特に13ページ目、あえて申し上げてないと思いますが、その中で最も重要なのは経済でもコミュニティでもなく人材です。人材というのは当事者意識を持つ人々だからこそ誇りの空洞化を脱却できる、あるいは諦めの中から立ち上がることができるんだろうというふうに思います。これがなければ立ち上がることはできない。長野県飯田市の牧野市長は全ては当事者意識から始まるというふうにおっしゃっていただいて、例えば長野県飯田市ではまさに公民館活動がそれを支えております。最近ではワークショップ地元学がそれを作り出しております。そして都市農村交流は交流の鏡効果、外から来る方があたかも鏡のように地域の資源やあるいは宝をですね発掘している、そんな実態があって都市農村交流にも可能性があるし、第二期地方創生で強調されました、私もその議論に参加させていただきましたが、方法見よっか、これは大いに可能性があるというふうに考えております。ただいずれも速攻薬ではありません。地道な積み重ねが必要であります。
地方創生に時間がかかる理由はここにありまして、まさにこの基盤を整えることからですね、ぜひ、リセットしていただきたい、そんな気持ちでですね、いっぱいでございます。そして14ページ目、農産村の集落はどのように立ち上がっているのか、そんなプロセスを図に表現しております。下の表図はですね、先ほどの集落の衰退曲線を一部で表していますが、ここからどのように再生していくのか、そういったことをですね、例えば新潟県中越地域の再生、地震からの再生の教訓を見てみればですね、実は、事業準備段階、現場では足し算の支援、足し算の段階というふうに言われておりますが、ここでですね、いわば、右肩下がりのものをなんとか水平に持ちこたえるというですね、持ち直す、このプロセスが重要でありまして、新潟の中越地震の教訓で言えば最低で3年かかっているというふうに言われています。ここに随分時間がかかる、そしてそこにですね、必要なのが寄り添いです。この寄り添いの担い手として、例えば総務省が、10年前に作り出しました地域おこし協力隊が大きなですね、活動をしている意義を持っているというのはまさにそうでありまして、人々に寄り添っている、ここはむしろ専門家でない方がいいんだという議論性もあります。そして、逆輪回転というふうにありますが、ここでピョンって跳ね上がる、これこそがですね、地方創生の経済的な、いわば側面、ノウハウと資金が必要です。事業準備段階、足し算の段階ではですね、金よりも時間が必要です。もっと言えば金はかからないというふうに考えてもいいのかもしれません。こういう状況の中でですね、15ページ目以降はむしろ、私たちが最近しております新しい傾向、田園回帰と関係人口について簡単にお話をさせていただきたいと思います。いわゆる田園回帰の動きが本格化しております。15ページで、そのことを書いておりますが、少し飛ばして16ページ目、新しい資料をですね、先生方にご覧いただきたいと思います。国土審議会の住み続ける国土専門委員会、私が座長をやらさせていただいておりますが、そこでですね、新しいデータを、作っております。住民基本台、台帳を作ってですね、その住民基本台帳がの中で各市町村が3大、都市圏との間で、いわば勝ち越しているという言い方、正確ではないかもしれませんが、社会像を実現している、そういったところに色をつけています。しかも2012年から2017年の6年間について、色をつけておりまして、1回でも色がついているところ、そこをブルーで、1回色がついているところをブルー、それ以上のところを暖色系で表現しています。いずれにしてもこれだけの情勢ですので、1回でも色がついているところはですね、よく頑張っているというところなんですが、全体的に見ていただいて、全国的に、いわばバラバラ、後で申し上げますが、まだら状ということを確認できますが、大きく言えば、やはり西日本でですね、その密度が高いことが確認できます。これは先ほど申し上げましたように、西日本で困難が先行したからだというふうに思います。その反省用が現れている。そして、先生方が行かれるのでしょうか、秋田は、残念ながら空白というですね、実はこういう形でかなりですね、実態の面でも強く現れておりまして、田園回帰の実態が必ずしも一般化していないのが、東北地方に存在していて、秋田はその典型だということであります。実は東北全般がそういう傾向が強かったのが、震災による復興の影響がですね、こういう形で、特に太平洋岸に出ているというですね、そういうことも見ていただくことができると思います。それをよりですね、大きく、今回は時間がなくて中四国だけを取り出しておりますが、17ページには中四国でですね、こういうふうにやはりまだら状況であることが確認できるかと思います。そして何よりもですね、有名町村が地域づくりでさまざまな形で名を馳せている、報道されている、そんな市町村にこんなふうに色がついている、やはり地域づくりに頑張っているところにこういう形で田園回帰が見られるんだということで、18ページ目はしばしば先生方から言われます、そんなことを言っても仕事はないよというふうに、言われるわけなんですが、若者が起業であったり経営業であったり異業であったり、これはサテライトオフィス、仕事を持ち込む、そういう形で、頑張っております。そして他業、仕事を組み合わせることで頑張っております。19ページ目以降はいわゆる関係人口について議論しております。地域と何らかの形で関係を取り持つ関係人口、様々な形で議論になっております。
ちょうど今国交省で、3万サンプルで、首都圏でどのぐらい関係人口がいるのかという割合をですね、ちょうどアンケートを調査を取っているところで、昨日私のたまたま座長をしておりますので報告がありました。数字を今申し上げることはできないんですが、かなりの割合で、首都圏の中に関係人口がいるというですね、そんなエビデンスを得ることもできております。20ページには目にはなぜそうなのか、なんといっても若者のライフスタイルの変化でございます。さまざまなライフスタイル、人生伏線化とか、あるいは驚いたことにアドレスホッパー、定住先を持たず、全国を転々としてそこで地域に関わりを持つような、そんなですね、高学歴の若者が生まれております、それを SNS がですね支えている。そして3番目には、これは道義反復なんですが、関わり価値というふうな言葉で表現しています。まあ、一言で言えば、関わりを持つこと自体に価値を持つような、地域に対して何がしかの支援をするとか、自分自身が汗を流しているとか、そこに仕事を作っているとか、そういった関わりにですね、意義を見出しているような、そういったですね、若者が、徐々に増えている。これをですね、若者は関係性を作ることに金を払う時代だ、そんな、言葉さえもあります。21ページ目には、それをですね、図で表しております。縦軸が関心、横軸が関与、つまり関係性を心と、いえば行動に、縦軸横軸に因数分解しているわけなんです。まあ、限定付近に、膨大な無関係人口があるわけなんですが、そこから最終的に移住に向かうようなですね、関わりの階段が存在していてですね、これをどのようにバリアフリー化していくか、この階段をバリアフリー化することによって移住定住も新しい局面に入っていくんだろう。22ページ目には、まあ、とは言っても必ずしも階段を上がるわけではなくて、いろんなコースがあるよ、例えば、宮崎、徳島ではサーフィン移住というのが結構ありますが、そのサーフィン移住の方はですね、むしろ関与先行型、緑の曲線を経ているんだろうというふうに思います。さて、重要な話もう一点申し上げてみたいと思いますが、23ページ目にはですね、今申し上げたような田園回帰と、あるいは関係人口と、先ほど申し上げた全国のまだら状の地域づくりがどんな関係になるのか、これは一言で言えば、地域づくりがあるところに田園回帰や関係人口が生まれております。そういった形でさまざまな地域があって、面白い人が、面白い場所がある、面白い場面がある、あそこに行くとおばあちゃんの面白い話が聞けるよというですね、そういったところに、実は最終的に若者や若者以外の田園会計が向かっております。あるいはその裾野の関係人口も向かっています。ある種の好循環がここに起こっています。それによると何が起こるのかということなんですが、従来の格差は都市と農村の格差でした。だから過疎法があり三親法があったあるわけなんですが、まあ、そういう意味では従来は町村格差だったのが、その村の内部で実は格差が非常に大きく広がっている。先ほどのまだら状の変化がですね、大変気になるところでございます。地域問題の新局面として我々は村々格差というふうに呼んでおりますが、これが、大変深刻なのはですね、実は地域振興立法が及ばないところであります。なぜならば地域振興立法は格差を埋める、都市と農村の格差を埋めるという発想ですので、村自体に起こった格差を埋めるというですね、そんな、枠組みにはなっていません。まさにここに、寄り添い型の支援が必要なんだろう、そんなふうに思います。だからこそ東京一極集中と田園会傾向が併存する、これ本来ならトレードオフであるはずなのに、そうではない現象が起こっているということであります。24ページ目は、そういった中でですね、にぎやかな過疎というふうに我々が呼んでいる新しい局面、一言で言えば人口減、人材増、その局の中では一つの局ではこんなことが起こっておりました。そして、徳島県南町ではにぎやかな過疎宣言までしております。そういったことを、伝えるような映画までも出ております。25ページ目、地域社会の一つの在り方として、それを私たちなりにまとめております。にぎやかな過疎というのは多様なプレイヤーの方策です。地域づくりに取り組む地域住民や地域コミュニティ、そこに仕事を作る移住者、何か関われないかと動く関係者、そして今日は十分お話できませんでしたが、機関投資家を意識して何か貢献したいという民間企業もそこに関わっていて、そして NPO 大学も関わりを持っています。その本質は人口減だが地域はガヤガ、人口減人材増、人が人を呼ぶ、仕事が仕事を作る、多様な人材のごちゃ混ぜ、地域の縁側が生まれている。
おそらくそれは農産村のみでない我が国の地方のあるべき姿でありまして、今日の私の報告の副題、危機と再生のフロンティア、まさに日本のフロンティアとしての農産村を見ることができる。そして最後26ページ目でございますが、こういったですね、にぎやかな傘をマクロ的に位置づければ都市10年と共有化できる農産村の価値と役割を発揮する場であって、新しい価値というのは従来多面的機能論というふうに言われてましたが、それが実践化されております。新たなライフスタイルやビジネスモデルの提案の場でありますし、少子化に抗する砦でありますし、再生可能エネルギーの蓄積の場、もっと言えばですね、エネルギー、食料、水、CO2 吸収源は実は国際的な戦略物資で、グローバルマネーはここにですね、うごめいております。そういう意味では国内戦略地域であって、災害時のバックアップの場であり、さらに言えば SDGs 理念の実現の挑戦の場であります。こんな賑やかな過疎をどのように支えるのかというのが求められておりまして、最後にちょうど時間となっておりますので、私のメッセージをあえて申し上げさせていただきたいと思いますが、寄り添いというのを次のように考えております。27ページ目の最後の行ですが、地方創生をめぐって私はこういうふうに考えております。地方創生はですね、特に地方消滅論というインパクトから始まりました。それが有効だという方もいらっしゃいます。研究者の中にいるんですが、そうではないというふうに思います。なぜならば過疎地域や農産村の現場レベルで今必要なことは何よりも、諦めからの脱却です。そして、たらに飛んでですね、必要なことは地域に寄り添いながら、あの空き家ならまだ移住者が入れる、空き家はもう5年経つと水回りが持たないというふうに言われます。あの子供は戻ってきそうだと、具体的に地域の可能性を展望すること、つまり可能性の共有化、あえてこの可能性の共有化というキーワードを先生方にですね、まさに共有化したいというふうに思います。これこそが定款からの脱却の具体策であり、創生性はこうした取り組みの延長線上に見えてくるものだろうと、そんなふうに思っております。その意味で、今日の寄り添いというこの勉強会のテーマ、強いシンパジーと、私の強い応援をですね、最後に申し上げてみたいというふうに思います。一つ一つのお話についてはもう一つの束で、新聞記事等がございますので、こちらをご覧いただきたいというふうに思います。以上でございます。それでは今日たくさんの質問あって、質問できないまま出ちゃった先生もいて申し訳ありませんけれども、最後に松山座長代理に、一言締めの言葉をお願いいたしたいと思います。本日小田切先生大変お忙しい中ありがとうございました。地域の消滅崩壊というまさに我が国の直面する課題について、先生から地方創生の手がかりとなる、希望の持てる具体的な取り組み実例をお話しいただきまして大変感銘を受けました。特に賑やかな過疎ですね、都市農村共生社会の共生都市の可能性、まさに都市なくして農村の安定なしと、農村なくして都市の安定なしという都市と農村の共生、極めて重要だということを感じました。先生のこの新しい農産村像の姿の実現に向かって、我々もこの地域の消滅崩壊というこの負のモメンタルのベクトルを前向きに変えていきながら、これから人々が持つ不安の軽減払拭に全力で取り組んでいきたいというふうに感じた次第でございます。改めて小田切先生、今日は誠にありがとうございました。